仕事や学校で配布された読むのが面倒な PDF 資料ありませんか？ iPad 向けノートアプリ GoodNote 5を使えば、山積みになった PDF 資料を効率的に読み込んで、情報を自分の知識として消化できます。 PDF を取り込んで書き込みをしていくだけなので、この動画を見るまでもなく簡単と思われるかもしれませんが、もしかしたら皆さんが知らない Tips もあるかもしれません。そこで今回は、僕が実際に PDF 資料を読み込むときに行っている GoodNote 5の活用法をご紹介します。ということで、こんにちは、レオです。このチャンネルでは生産性向上に役立つガジェットや考え方をご紹介しています。よろしかったらチャンネル登録をして今後の動画もチェックしてください。それでは早速、 GoodNote 5に PDF 資料を取り込んで読み進めていくステップをご紹介していきます。まずはファイルを読み込みます。 Google ドライブなら、読み込みたい PDF の右にある3つの点を押して、アプリで開くを選択、 GoodNote 5を選んでください。 Gmail なら、読みたい PDF を開いて右上の上矢印のボタンをタップ、 GoodNote で開くを選んでください。 GoodNote 側では、その PDF をどのフォルダに格納するか確認されるので、正しく選択して取り込みを完了させてください。ここからは資料を読み進めるための基本手順を解説します。縦長の資料を読み込む時の基本は、左にブラウザを立ち上げて、右に GoodNote を開く方法です。 GoodNote でわからないことがあれば、すぐにブラウザで検索できます。英語の資料を読み込む際には、ブラウザには Google 翻訳を立ち上げておきます。まず、ペンではなく指で文章を長押ししてコピー、そして左の Google 翻訳の枠内を長押ししてペーストして検索するだけです。もしそれが覚えておく価値のある、あるいは誰かとシェアする価値のあるいい資料の場合は、左に PDF を、右にノートを立ち上げて、資料を読み込むのと同時にノート1枚に情報をまとめていくと、インプットとアウトプットを同時にできて学習効率が上がります。もちろん、後から振り返る際にもポイントがまとまっていて分かりやすいですし、同僚やクラスメートに内容を説明するのにも役立ちます。一石三鳥の効率技なので、資料の重要度に合わせてお試しください。それでは資料を読み込んでいきましょう。まずは基本編です。資料を読み込むときは、重要だと思う項目にはどんどんハイライトを引いていきます。PDF 資料であっても、ハイライトは文字の裏側に隠れるので、ハイライトのせいで文章が読みにくくなることはありません。また、ハイライトを引いた後にペンをそのままくっつけておくと、引いた線が直線になります。コメントを書き入れたい場合は、ペン機能を使って資料の余白に書き込みを入れていきます。もちろん、色やサイズを適宜変えながら、後から振り返りやすいようにしておきましょう。そして、特に重要なページには、ブックマークを入れましょう。左上のしおりのようなマークをタップすることで、そのページをよく使う項目に登録できます。よく使う項目は、左上の4つ四角が並んだアイコンを選んで、上部のよく使う項目を選択すると一覧で確認できます。次に、 PDF 資料を読み込む際に僕が行っている応用 Tips をご紹介します。まず、資料を読みながら、ここは重要だなと思った項目には適宜 CHK と書き込んでいきます。これはチェックの略なのですが、これをしておくと、後からドキュメント内を検索するときに CHK で全ての重要な項目を呼び出せるので、ページ内のブックマークとして使うことができます。ちなみに、検索窓は手書きにも対応しているので、ペンを持ち替えなくても検索することができて、これも便利です。次に、左右にノートを立ち上げて、右のノートに PDF 資料の情報をまとめる場合には、このチェックを応用します。例えば、何かをまとめていて、これは何ページのどこどこに記載されていたと覚えておきたい場合、元資料とまとめ PDF の両方にシャープ AAA というような印を入れておきます。そうすると、後から1枚ノートを見た時に、その情報がどこから持ってきたものなのかすぐにたどることができるので、情報の整理整頓に役立ちます。 PDF を読んでいて、その内容をそのまままとめノートにも貼り付けたいと思った場合には、
GoodNote5 のスクリーンショット機能を活用しましょう。投げ縄ツールを選択して撮影したい範囲を選んで、選んだ場所をペンでタップするとスクリーンショットを撮るという選択肢が表示されます。これで撮影したものをコピーしてまとめノートに貼り付ければ元資料のコンテキストを失わずに重要事項を保存しておくことができます。最後に最新機能を使ったマル秘テクニックです。 GoodNote5 には共同編集の機能が搭載されました。 PDF 資料の左上の上矢印のアイコンをタップすると共同制作のボタンが登場します。これをタップしてリンクの共有トグルをオンにしてからリンクを送信をタップするとこのノートのリンクを GoodNote5 を使っている他のユーザーに共有できます。リンクをコピーして誰かに送れば同じタイミングで同じ資料を見ながらアイデアを書き込みながら共同で勉強することができます。例えば学生だったら課題の PDF を共有しながら遠隔地にいながら友達と一緒に勉強したりできますし、社会人でも同僚や上司と一緒に資料を読みながら場合によっては LINE とか Zoom をつなぎながら話しながら資料を解読していくことができます。しかもこれ結構動きがスムーズです。なのでぜひ試してみてください。なおこの共同制作機能は iCloud のサーバーを介して行われているようです。フォルダ一覧ページで右上の歯車マークをタップして設定から iCloud 設定内の iCloud を使用をオンにしてください。共同編集は一旦置いといて、自分で書き込みを入れた PDF をシェアすることも GoodNote5 なら簡単にできます。左上の上矢印のボタンを押して全てを書き出すを選択、ページ背景を含めるのトグルがオンになっていることを確認してください。もし自分の書き込みを一緒にシェアする場合は注釈を含めるトグルをオン、そうでない場合はオフにします。そして PDF を編集可能な状態にするかどうかも選択できます。設定が済んだら右上の書き出すを押してエアドロップやメール、その他様々な方法でシェアしてみましょう。なお特定のページのみをメールでシェアする場合でファイルフォーマットにこだわらないときは JPEG としてメールで誰かに共有するのが便利です。まずは左にメーラーアプリを立ち上げて送信相手にメールを書き始めます。そして GoodNote5 側でシェアしたい場所を投げ縄ツールで選択してもう一度ペンでタップしてスクリーンショットを選びます。ここで右上の上矢印ボタンを選ぶのではなくて画像をペンでタップして離さずに左のメーラーにドラッグ&ドロップすると、なんと該当箇所の画像ファイルがそのまま添付されます。これもめちゃくちゃ便利なのでやってみてください。ということで PDF を読み込んで資料を理解して誰かに共有するまでの全てのプロセスをくまなく解説してみました。あくまで僕のやり方なので、他にもいろんなワークフローがあるとは思います。もしねいいブログとか動画とか知っている方いらっしゃいましたらぜひコメント欄に貼り付けて、この動画を見た方にレコメンドしてあげてください。自分がこう読むのが面倒だなって感じるものってだいたいみんなも読むのが面倒だなって思って放置しがちになります。でそうなると実は面倒くさい資料ほど一度理解してしまえば仕事でも勉強でも他の人に差をつけられる武器になったりもします。これはいろんなことに言えるんですけど、僕はこう自分が面倒だなって思うかどうかをこうその作業に取り組むかどうかの一つの基準にしています。面倒だなって思うことこそが成功や成長の種だと思っているんですよね。ということで最後に自分語りをして申し訳ないんですけども、 GoodNote5 の PDF 読み込み機能はこんな面倒だなっていう気持ちを少し楽にしてくれる機能なので、ぜひ習得して他の人よりも少ない面倒さ加減で他の人が身についていない自分の武器を積み上げていきましょう。ということで以上になります。このチャンネルでは改めてですが、生産性向上につながりそうなガジェットとか考え方をご紹介しています。今後も動画アップしていきますので、よかったらチャンネル登録してください。ソーシャルメディアは Twitter と Instagram とクラブハウスやってますので、全部レオトーヤマで検索してみて、よかったらフォローしてください。そんな感じで、本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。